はい。 今回は共産党と強いつながりがある二等夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。共産党と強いつながりがある二等夢野さんが代表を務めるコラボの最強弁護団。住民監査請求の結果が気になりすぎてですね、気になって気になって仕方がなかったんでしょうか。まさかの自分たちが反社だというふうにですね、えー、暴力団だというふうに思っている人物に資金提供をしていたことが分かりましたので、紹介していきたいと思います。 弁護士としてはあるまじき行動ではないでしょうか。この動画では、コラボ最強弁護団が反社、暴力団だというふうに思う人物に意図的に資金提供していたことがですね、バレてしまったこと、それからその過程で弁護士としてはありえない法律違反もしている可能性が浮上してきましたので、そのあたりのお話をしていきたいと思います。 さすがですね、共産党と強いつながりがある二刀夢野さんは素晴らしい。そんな二刀夢野さんを支援する最強弁護団も素晴らしいというようなところですね。で、最初にお伝えしておきますと、僕はですね、ひまそらあかねさんは反社、暴力団の方だとは一切思いません。ただですね、 コラボ最強弁護団は、ひまさらあかねさんは暴力団だーっていう風にですね、こんなコメントを過去にされていました。まずですね、こちら過去のツイートになるんですけども、こちら過去のツイートをですね、ちょっと紹介したいと思います。中川弁護士の弁明書。ここはさすがに俺の名誉のためにも公開する。なんだこれ、俺がアンチフェミニストで、表現の自由戦士で、嫌がらせで、監査請求、リーガルハラスメントしたから、連合赤軍や旧オウムや、 統一協会や暴力団と同志できるってこの書面書いた神原弁護士と中川弁護士は本気でこう思ってるんだなぁっていうのでですねまあ実際にですねこの下の画像が貼り付けられてるんですけどもこちらの画像の部分がですねコラボ最強弁護団からの弁明書でしてまあしっかりとですねこの確かにですねこの この部分ですよね。この部分が、この弁明書の中に書かれていましたと。コラボ最強弁護団はですね、ひまそらあかねさんのことをですね、暴力団だっていうふうに言ってるわけですよ。もう一度お伝えしますけども、僕はですね、ひまそらあかねさん、反社の方ですとか、暴力団の方だとは思いません。ただですね、コラボ最強弁護団は、ひまそらあかねさんのことを反社だと、暴力団だというふうに認識をされていらっしゃいますと。 まず、そのような認識があるということでですね、前提があるということを皆さんご理解いただければと思います。で、こちらですね、コラボ最強弁護団が今回の住民監査請求の結果についてですね、整理した資料をですね、ネット上に公開されていらっしゃいました。 こちらも追消し済みですが、こんなファイルのダウンロードリンクをツイートされていましたねっていうのでですね、もう結果がですね、これ罰だらけだったので、えー、このお仲間の方々にですね、拡散したかったんでしょうか早く勝利宣言をしたかったんでしょうかこんなですね、えー、エクセルのファイルを公開していたんですけども、これですね、ファイル名が、<laughs> ファイル名が出てるんですけども、ファイル名を見てみますと、ひまそら主張と認定結果表、

作成者は誰なのかいつ作成をしたのかですとか誰がこのファイルを保存したのかいつ保存したのかそういったですね情報が記録に残るようになってるんですねでひまそらあかねさんがですねこれ えー、こ、これはーっていう風にですね、ツイートされてますけども、この画像を見てみ見ますと、まさかのですね、先ほどの、えー、ファイルですね、コンテンツの作成日時がですね、2022年12月29日、23時6分という風にですね、まず中川弁護士によって、えー、ファイルが作成されていますと、作成者中川ってなってますよね。そしてですね、最後にファイルを保存したのがですね、えー、前回保存日時っていうので、2023年1月4日、12時9分という風になってますけども、えーここ ここでですね、前回保存者、えー、太田弁護士、大田弁護士によって保存されていることがバレてしまいますと。最後に編集したのは太田弁護士っていうですね。住民監査請求の結果がですね、公表されたのって2023年1月4日です、えー。それまでは住民監査請求をですね、行ったひまそらあかねさん以外にですね、資料届いていないんですよ。えー、コラボ最強弁護団が住民監査請求の結果をですね、1月4日より前に知ってるわけがないんですよ。 なぜ、こんな、えー、認定結果表をですね、えー、作れたのか、えー、なぜなんでしょうか。あ、こちらちょっといいねしておきましょうか。 唯一ですね、住民監査請求のえ結果をですね、事前に入手できる方法がありまして、これがですね、ひまそらあかねさんがですね、ノートで販売をしてたんですよね <laughs>、まあ。ま唯一ひまそらあかねさんが持ってたので、正式発表前にですね、僕が売るよと僕が持ってるんで、売ってやるよーっ,つってですね、販売していたんですけども、これがですね、唯一住民監査請求の正式結果発表前に結果を知る方法、資料を手に入れる方法だったんですよね。で、このひまそらあかねさんが、 ノートを作成したのが2022年12月29日16時27分という風になっていますとで先ほどのですねファイルが作成されたのが12月29日23時6分というところで あれあれ先ほどの、えー、コラボ最強弁護団が認定結果表のファイルをですね、作成し始めたのを同じ日。12月29日、えー。12月29日になっていると。同じ日だと。ひまそらあかねさんがですね、ノートを公開して、その当日にですね、えー、この資料が作られ始めていると。しかもその、えー、公開したですね、6時間半後ですよね。23時6分なので、ひまそらあかねさんが4時半、夕方の4時半に公開して、その同じ日のですね、11時にはですね、えー え、この、認定表というファイルが作られていますと。まさかのですね、ひまさらあかねさんがノートを公開して、そのノートをですね、すぐに、この弁護士たちがですね、購入して、すぐに認定結果表を作り始めると。え、年末年始ですね、しかも、深夜にもかかわらず、これ11時に資料を作り始めてますけども、深夜にもかかわらず、最強弁護団としてですね、素晴らしいスピード感で仕事をされている。弁護士としてのですね、鏡じゃないですか。 っていうふうに思うんですけども、先ほどですね、コラボ最強弁護団、えー、ひまさらあかねさんは反射だ暴力団だっていうふうに言ってましたよね。えー、反射じゃない暴力団だって言われる可能性があるかもしれないですけど、まあ、暴力団って言った方がいいかもしれないですね。暴力団だって言,言ってましたけども、自分たちがですね、暴力団だというふうに認識している人に1000円を払ってですね、ノートを購入しているわけですよね。暴力団にですね、資金提供している、そういう認識で、え、資金を提供していると、弁護士としてはですね、そういう というういいいことされてもいいんでしょうか、えー、暴力団にはですね資金提供をしない方がいいんじゃないでしょうか、えー、普通のですね弁護士としてのですね行動をちょっと、うん、常識を欠くような行動になってしまってるんじゃないでしょうかこの東京都暴力団排除条例でもですね暴力団への資金提供はやめようというようなですねお話になっていますとで条例違反とまではですね今回いかないかもしれないですけども えー、このですね、条例の、えー、基本理念の部分ですね。基本理念第3条というふうに書かれてますけども、ここにですね、暴力団に資金を提供しないと。<laughs> 暴力団を利用しないというふうに書かれてますけども、えー、コラボ最強弁護団、自分たちがですね、暴力団だと認識する人たちに、えー、資金提供もしていますし、住民監査請求の結果をいち早く知って、いち早く勝利宣言するためにですね、自分たちが暴力団だって思う人をですね、 え、人物を利用してますよね。条例の基本理念にですね、えー、反していると。えー、自分たちがですね、えー、条例の基本理念に反しているっていうですね、認識はあると思っていますけども、こんな、えー、条例違反をしているような団体なわけですから、東京都の一切の事業にですね、えー、自分たちから関与しないようにしていただいた方がですね、いいんじゃないでしょうか。こんなですね、暴力団排除、えー、条例をですね、無視しているような団体なわけですからね。えー、謙虚に行きましょうよ、謙虚に。えー、条例違反しておいてですね、ほらほら、 俺たちにこの事業をやらせろこの事業に投入する税金増やせっつってですね <laughs> 暴力団排除条例を無視しているような団体にですね資金提供をもっとしろとえ俺たちの仕事手伝えっていう風にですねえ仕事よこせっていう風にやってるわけですからちょっとですね常識がうん逸脱しちゃってるんじゃないかなという風にも思いますけどねまあ、そんな方々にですね資金援助をしてしまいますとそんな資金援助のお金もですね他の暴力団にも流れてしまうんじゃないかとまあ、余計に心配されちゃうと思う で、えー、これもうコラボとコラボとですねコラボ最強弁護団ですね、えー、自分たちからこういった事業にはですねもう事業からですね撤退していただいた方がいいんじゃないでしょうかもう一度言いますけども僕はですねキマソロアカネさんは一般人であって暴力団とは思わないですよでもですね自分たちが暴力団と思っている人物に資金提供をしていることはよくないですよね、えー、他の暴力団にも資金提供をしているんじゃないかというふうにですね、えー、東京都民としては非常に心配になりますというと ところでですね、えー、こうやってコラボみたいなところにですね、税金投入するのはやめていただきたいですけどね。暴力団にですね、自分から絡んでいくようなですね、そういう団体ですから、まあ不正の一つや二つあってもおかしくないんじゃないでしょうか。で、もう一つですね、法律違反も犯しているんじゃないかというような疑惑もあります。この住民監査請求の結果ですね、えー、ひまそらあかねさんがノートで販売していた情報、これ弁護士の中でですね、共有してませんか ここにですね、明らかに中川弁護士と大田弁護士の名前がありますよね。認定結果表、この弁護士が作った結果表ってえ、弁護士がですね、複数人でこれ作成してますよね。作成して編集してますよね。え認定結果表を作るためには、住民監査請求の結果を確認する必要があるじゃないですか。だからですね、ひまそらあかねさんから有料で買ったノート、これ弁護士内で回し読みしてる可能性がですね、非常に高いと思うんですよ。 これですねもしですよ 中川、例えば中川弁護士が買ったひまそらあかねさんのノートをですね、えー、大田弁護士にも渡して読んでいるのであればですよ、これ、著作権法違反にもなる可能性があるんじゃないですかね。まあ、住民監査請求の結果の資料についてはですね、著作権はひまそらあかねさんにはないかもしれませんけども、ひまそらあかねさんの考察とか独自資料っていうのをですね、載せてたっていう話ですから、そんな資料もですね、きっと共有されてるんじゃないかというふうに思ってしまいますよね。ひまそらあかねさんの独自 資料の共有はですねさすがに著作権法違反の可能性が高いんじゃないかなというふうに思うんですけどねうん、弁護士としてですね違法行為が疑われる行為をですねこういうふうにやってしまっていいんでしょうか、えー、弁護士であるならばですねもっと違法行為などに対してもですね敏感になった方がいいんじゃないでしょうか 違法行行為が疑われる行動ししてしまう IT リテラシーも低いと、頻繁にこんなことをしてるからですね、いろんなところで疑いが持たれてしまうわけですよ。暴力団に資金提供もすると、著作権法違反の可能性疑惑も出てくると、こんなことやってるとですね、どうしてもですね、こっちもやってるかもしれない、こっちでも不正やってるかもしれないっていうふうにですね、なってしまうじゃないですか。自分たちでですね、自分たちの信用、どん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 落としてますよね。 えこのようにですね、毎週毎週ですね、自分たちの信用をどん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 落としていくですね、コラボ最強弁護団についてですね、ネット上の声も見ていきたいと思います。えまずですね、こちらのコメントです。ノートの購入代は経費に回すのかなーっていう感ですね <laughs>。 さすがにノートの購入代金は、えー、委託事業の経費とか補助金の経費に回さないでほしいですけどねこれはですねちゃんと自主事業の財源で賄ってほしいですけどねはい領収書出さないから大丈夫とかそういうのはやめてくださいねはいこちらいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントですノート買わせる前に踏み絵させたら面白かったかもね コラボは不正をしていると同意した人だけダウンロードしてくださいみたいなーっていうのでですね。ひまさらあかねさんがですね、ノート購入ボタンのところにですね、この、えー、ノートを買う人はコラボが不正をしているというふうに同意をした人のみしか買えませんというふうにですね、コメントを書いていたらですね、えー、それをポチッと買ったっていう人はですね、えー、それに同意したということになるので、ちょっと面白い展開になったかもしれないですよね。コラボ最強弁護団がそれを合意、同意した上で、えー、ノートを購入するということが 見れたかもしれなかったのでそれもそれで面白かったかもしれないですねいろんなところに罠をかけておくとですねすぐに引っかかりそうな人たちなので、えー、こういうですね踏み絵を今後、えー、したら面白いかもしれないですねはいこちらいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです 相変わららず弁護士らししいい仕事一切しないセブンナイツっていうのですね <laughs> 普通、弁護士ってですね、弁護士を委託してる人ですよね。今回であればコラボとか、二刀ゆめなさんのためにですね、仕事をして、コラボ、それから二刀ゆめなさんが、その暇ろあ,たあかねさんを訴えるためにですね、働きやすいように、いろんな、その裁判に有利になるようにですね、働いていくというのが弁護士だと思うんですけども、もう弁護士が動けば動くほどですね、どん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 マイナスになる おかしなことばっかり起きてますよね支援するどころがですね足を引っ張る弁護士たちというところでですね、えー、相変わらずの弁護士のようですねはいこちらいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントですマイクロソフトと訴訟かなっていうのですね <laughs> <laughs> えこうやってですね、弁護士がですね、暴力団に資金提供しているということが疑われてしまいましたし、著作権法違反についてもですね、疑われてしまったので、マイクロソフトのせいでですね、二つの疑いが持たれてしまったわけなので、これはですね、マイクロソフトを訴えた方がいいんじゃないでしょうか。コラボ対マイクロソフト、ぜひ見てみたいですけどね。はい。結果が非常に楽しみですね。はい。こちらもいいねしておきたいと思います。今回ですねコラボ最強弁護団団がえ暴力団だというふう ううにに思う人物にですねまさかの資金提供はしていいたとこのようなですね、自分たちが暴力団だというふうに思うような人にでもですね、資金提供してしまう、えー、コラボ最強弁護団、それからですね、著作権法違反も疑われてしまうこのコラボ最強弁護団についてですね、えー、この最強すぎる弁護団について皆さん、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。